旧品員は、かつて公的に運営されていた、養子園の状態にある人々を支援し、住居を提供する施設で、典型的には、カウンティや基礎自治体が運営に当たっていた。イングランド、ウェールズ、アイルランドでは、旧品員は、ワークハウスと称されることが多かった。ビクトリア朝初期において、貧困は、勤勉さという徳を書いたものが陥る。 はずべき状態であるとみなされていた。旧品位には、チャールズ・ディケンズが描写したように、勘会院に似た施設として、家族の有無を問わず子供たちを収容し、一種の、懲役として貧者に、肉体労働をさせ、また、体罰を与える場合もあった。やがて19世紀も終わりに近づくにつれ、状況は改善されていった。プアハウスは、緊急した高齢者を収容する施設を指す。 一般的な表現である。こうした施設は1930年代に社会保障制度が導入される以前にはアメリカ合衆国に広く存在していた。高齢者ではない貧困者を収容する施設は今日ではホームレスシェルターあるいはただシェルターと呼ばれることが多い。給貧院は給貧農場の敷地に設けられることも多く、そこでは 健康なものは働かなければならなかった。こうした農場は19世紀から20世紀初めのアメリカ合衆国ではありふれた存在だった。場合によっては、監獄農場やその他の公的な刑務施設や事前施設と一体となっていることもあった。給品農場は軍や町が運営する貧困者を公費で支援する居住施設であった。19世紀半ば以降、 合衆国では一般的なものとなったが、1935年の社会保障法の発行以降は使用されなくなり、1950年頃までにはほとんど姿を消した。給品農場の大部分は農場として機能しており、少なくとも自家消費する分の穀物や畜産物などは生産していた。居住者は農場の仕事のほか、家事や他の入居者の世話などに、 健康の許す範囲で労働を提供することが期待されていた。規則は厳格で各人に割り当てられた空間は最低限のものであった。給品農場は合衆国の軍役所が領域内の養子援者に社会的レエビスを提供した伝統に由来するものである。連邦政府は1854年にフランクリン・ピアース大統領が貧困精神。 障害者福祉法案を拒否権発動によって葬って、以降、70年以上もの間、社会福祉には関わらなかった。こうした伝統は、現在も続いており、ほとんどの場合、州法によって成分化されているが、今日では、財政支出の面において、州や連邦政府の役割が増しつつある。ヘレン・ケラーの教師で、後に、州政の友となったアンサリバンは、19世紀に、 この種の施設で育てられた後、パーキンスモー学校に学んだ。彼女の経験を取り上げた、戯曲、奇跡の人、そのテレビドラマ版、ブロードウェイ上演版、映画、奇跡の人、1979年と2000年のテレビ版は、いずれもこうした施設における過酷な境遇の描写を盛り込んでいる。1960年に米国で発売された、ボードゲーム、ザ・ ゲームオブライフでは、プレイヤーは最終的に、旧品農場か億万長者の土地のいずれかに、たどり着くようになっていたが、前者は後に、田舎の土地に変更された。1963年に、日本版の人生ゲームが発売された際、プアファームは、貧乏農場と訳された。その後、米国版の変更に合わせ、日本語版でも、 開拓地などの表現が用いられるようになり、デジタル化されたバージョンでも同様になっている。ありがとうございます。